どうも松本です。リュウジです。アンピレイです。うわっしょい、よろしくお願いします。どうも。さあ、というわけで、はい、今日はですね、元気がもらえるパワフル名物おかみですか。おー、いいですね。はい、いいお題いただきまして。いいお題いただきまして、ありがとうございます。どういうことな。広島市三好市に来ておりましてはい、はい、私がピンとひらめくおかみがおります。すぐひらめた。まあね、多分そのね、今から行くお店のは行ったことあるんですか。ありますありますね。パワフルっていうか、うん、か弱い感じの。まあでも、うん、やってることがパワフルなんですよ。あ、そうなんだ。だから一人で反比例してるっていうね、おかみでございますからこちらです。憩い食堂、レトロな感じ。可愛らしいのれんもね、水玉模様で。三好といえば憩い食堂。はい、おー、あー、こんにちは。ミカさん、ミカさん。憩い食堂のおかみさん、原田ミカさんでございます。ミカさん。イエーイ。ということで。全然合ってない。何が。ミカさんパーだった。いやいや、俺負けといたんや。負けといたんや俺グーで。めちゃくちゃ、あの三好に来たら、あの寄らせてもらってね、美味しいご飯いただいて、めちゃくちゃ元気になって帰るから、ね、まずはおかみさんの手料理いただきたいと思いますよ。なので今日はおかみの一押しのメニューをちょっといただきたいなと。何がいいですかね。やっぱり、うん、特製憩い定食。やっぱりね、これ来ちゃった。特製憩い定食、これいきましょう。よー、すごーい、豪華。めちゃくちゃボリューミー。出ました、これがおかみのおすすめ憩い定食。そうです、素晴らしい。野菜が多いですね。野菜も多い。そうですね。メインがこちら何になるんですか今日は。これが、はい、豚ロースのピカタで、バフおろしソースが、はい、をかけて食べるんです。週替わりの定食のお肉とお魚が、うん、どちらも食べれるコース、あ、定食です。ほんで憩い食堂おなじみのこのスムージー、はいはい、あの毎回これも日替わりで、あの私この間来た時は緑のスムージーいただいたんですけども。緑は小松菜です。はい、ね、小松菜。今回は今日はブルーベリー。ブルーベリー、目にいいね目悪いから俺。安直な。いやいや、ほんまに。これを食前に飲むのがいいんです。まず野菜から。なるほど、あ、なるほど。おいしい、ブルーベリー。砂糖は入ってないんですよ。だから自然の甘さや、バナナとかの。そうなんですね。じゃあメインのピカタですね。これ卵をこう豚肉に巻いて焼き上げた感じ。ピカタ、いいですね。いただきます。一口でいっちゃうぞ。うんうんうん、うまわっしょい。卵と豚肉の相性抜群ですね。そしてこのドレッシング、このドレッシングは何使ってるんですか。これは大根おろしをおろして、うん、あと生姜も入ってます。だからちょっと生姜の風味があって、ちょっと爽やかな感じもするし、確かに香りが、うん、生姜の香りがしますね。美味しい、ご飯に合うこれ。うん、うん、そしてお魚もあるんですよね。お魚が今日は白身魚でしたっけ。はい、ね、カレーです。あ、カレー、カレーの白身フライ。タルタルがこれ。いただきます。たっぷりとつけて。はいはい、うまわっしょい、パート2。うまい、うん、最高やね。タルタルと合うね、やっぱフライは。いやいや、ほんとリュウジ、ようこのお店来とるの分かるわ。ミカさんもやっとった。リアクションが、リアクションがはいはい、うまわっしょい、パート2。うまい、うん、おいしい。プライベートでもやっとんじゃん。おいしい。一膳にいろんなお野菜も取れるし、うん、お肉とお魚も取れて、うん、ね、最高のワンプレートじゃない。これ一食食べると、はい、一日に食べないといけない野菜全部食べれる。え、まかないでる。このサラダも見て、いろいろ具沢山で。なんかおしゃれじゃね。これも野菜だけで7種類。7種類。で、さらに、うん、あの蒸し鶏も入ってるんで、うん、タンパク質。あ、心遣いが。確かに。素晴らしいですね。あの朝よう食べるやつ、なんだっけ。グラノーラみたいな。ああ、グラノーラですか。へぇ。うわぁ。食感がね、これで楽しくなっちゃう。へぇ。うん。いい音してる。いい音してる。いい音する。食べてて楽しくなるってやつね。おいしい。うまわっしょい。やったー。パート3。生の野菜も入ってるじゃないですか、はい、で茹でたキャベツも入ってるじゃないですか。そうなんです。これなんでなんですか。あの
茹でたキャベツの方が食感がいいので、はいはいはい、楽しんで食べてもらいたいっていうことですよね。はい、いやめちゃくちゃ細やかな本当に、うん、バランスがいい食事ってのは一番嬉しいよね。確かにな、やっぱり不規則やない、ね、本当そうよ、不摂生ばっかりしてるから。いやほんまにね、本当にこういうお食事がありがたい。美味しい料理でしたね。いや大満足でございました。元気もらったね。もらってますよ。お店はここどのぐらいやられてるんですか。私が初めて今6年目です。ああ初めてっていうことはだから誰かから引き継いだってこと。ああそうなんです、あの、うん、義理の祖父が始めたのが30年前、うん、でそれから15年ぐらいお休みをしてて、うん、で私が6年前に再建しました。で それまではなんかあれですか、料理人別のお店でやってたとか。あの料理はほぼしたことがなくて。えそれでこの腕前ですか。すげえ楽しそうだな。そういう感じで始めたと。あの地元で、うん、どんぶりワングランプリっていうのが、はい、今年で4回目なんですけど、はいはいはい、第2回のグランプリを取りました。うん、チャンピオン。何で優勝したんですか。あの鶏ハムビビンバ丼って言って、はい、鶏むね肉で鶏ハムを作って、うん、でそれに、うん、あのナムルと、うん、あと特製ダレをかけて、うん、でもご飯に合うんです。うわすごいわ。燃えちゃうんですよ。ああいう賞レースだと。他にもでもオカミはね、あの、うん、スイーツとかも得意ですから。はいはいはい、はい、あのテイクアウトで、うん、アンクロワッサン、あー、ね、はい、あんことバターとホイップクリームを挟んでるんですけど、うん、あんこも、うん、あのスムージーに入れてた甘酒を使って砂糖、はいはい、控えて、ちょっとあの自然な甘さのあんこにしてるんで、だから、そうだ、甘ったるくないですもんね。SNS でね、つながっていろいろ活動見てるんだけども、はい、なんか踊ったりしてません？ズンバです。ズンバ？エクササイズなんですけど、はい、シェイプアップの。へぇ。あと俺他にも見たけど、サップとかもやってなかったんです。はい、ああ、ね、サップは去年の夏に初体験しました。休みの時とかなんかね、出張でなんかお店出す、はい、出張販売もします。ね、パワフル、パワフルおかみやん、これ。うん、仕事休みだったらね、ちょっとゆっくりしたいわですけど、うん、そこを活動的に、活動的に、ね、精力的に、本当元気もらえますよ。なるほど ね。ここまでパワフルで、うん、アグレッシブでお忙しいですけど、はい、実はそうなんですよ。お子さんもいらっしゃるんですか。上の子が今年成人を迎えたんですよ。20歳？で、高校、今年高校卒業します。18の娘がいて、うん、はいはい、で、あと9歳の息子がいます。うわー、うん、息子が3歳の時に始めたので、うんうん、そうですね、すごい大変でした。体が一つじゃ足りないですよね。ね、元気でないと。そのパワーをやっぱり、そう、お客さんがもらうと思う。ね、もらうんですよね。だからリュウジも自分の元気を誰かにね。そうですね、お笑いで返したいなと思いますよね。というわけで、うん、三好市のですね、憩い食堂、うん、はい、パワフルおかみのいるお店でございました。はい、はい、皆様もぜひお越しになってください。待ってまーす。